セジムウアに残る戦場品モンマスの反乱とは、1685年6月21日にイングランドスコットランドアイルランド王に即位したジェームズ二世に対して、おいで、仙台国王チャールズ二世の諸子のモンマス金金、バクルー公・ジェームズ・スコットが、自らの継承権を主張して起こした反乱である。チャールズ二世には、大勢の諸子がいたが着手がいないため、 弟のヨーク公ジェームズが後継者となっていたが、ジェームズはカトリック教徒だったためプロテスタントが主流の国民と政治家には不評で、次期国王をプロテスタントにしたい一派は、チャールズ二世紀の諸子であるモンマス公、ジェームズ・スコットを推していた。このため、王位継承問題は、モンマス賛成派と反対派に分かれて正装が繰り広げられ、その煽りでカトリック陰謀事件、 ライハウス陰謀事件などが引き起こされ、よーくこう、ジェームズの継承権を否定する王位排除法案が、ホイック等から議会へ提出されるまでになった。チャールズ2世は一貫して、ジェームズを支持しており、カトリック排除に取りつかれた国民からジェームズを守る、ためスコットランドへ避難させる一方、ホイック等と組んで次の王位を狙うモンマスに対しては、官職を取り上げたり、国外追放にして、初段、 議会を解散して、大い排除法案の成立を阻止した。また、保育党の支持基盤である、自治都市を、トーリー党に変えて、保育党指導者層を、ライハウス陰謀事件加担の罪で、処刑、1682年に、ジェームズをイングランドへ帰国させてジェームズが安全に、即位できる状況を整えた。しかし、モンマスはオランダに亡命していたとはいえ健在で、 重廷にあたるオランダ総督ウィレム3世とメアリー、夫妻に迎えられ復権の機会を伺っていた。1685年2月6日に、チャールズ2世が亡くなると多いはジェームズに渡り、イングランドスコットランドアイルランドをジェームズ2世として不足意した。4月23日に、大冠式も行われ5月19日に、トーリーを多数の議会が開催された。 一方のモンマスは5月24日にオランダのテセル島から3隻の小型船に300人の兵を乗せて出航、6月11日にイングランド南部のドーセットの港ライムリージスに上陸してジェームズへの宣戦布告を発しジェームズ2世も13日にライムリージスから首都ロンドンに到着した死者の連絡を受けて鎮圧軍を出動させたウィレム三世も ジェームズ2世への協力を約束、オランダ軍の一部をイングランドへ送った。国王軍の主な将軍は、ジョン・チャーチルとフェバシャム博、ルイス・ドデュラスで、チャーチルは、ライムリー・ジスから、東のブリットポートで軍を編成、モンマスを追跡した。一方、司令官に任命されたフェバシャムは、北東から進軍していった。モンマス軍の進路モンマスの計画は、 西部で支持者を集めながら北上して、勢力を広げる方針だった。スコットランド貴族のアーガイル博、アーチボルド・キャンベルは、モンマスの計画に加わり先に、オランダから出航。5月6日に、スコットランド北のオークニー諸島に上陸して、南下していった。グレー男爵、ホード・グレーとスコットランドの聖職者、ロバート・ファーガソンも反乱に加担、グレーは、反乱軍の騎兵隊長となり、 ファーガソンは、モンマスの国王宣言を起草して、反乱の大義名分を掲げた。反乱軍は北上して、サマセットへ向かい、アルベマール公、クリストファー・マンクは、迎撃に向かったが15日に戦わず撤退。モンマスは無傷で18日に、サマセットのトーントンに到着して、国王と、宣言、6000人の農民が合流していった。しかし、スコットランドのアーガイルは、 味方に逃げられ、戦力を失い、モンマスの国王宣言と同じ日に政府側に捕らえられたためスコットランドからの援軍は空中分解してしまった。北上してからはチャーチルが追撃してきたため進軍が遅れたが、モンマスは北へ進軍して21日に、ブリッジウォーターに、翌22日に、グラストンベリーに、23日には、シェプトンマレットを通過して、ブリストルへ向かい、 24日に、ブリストル近郊のケインシャム付近で矢へして、ブリストルに迫った。しかし、ブリストルはすでに、暴風と公ヘンリー・サマセットとフェバシャム率いる、国王軍に、占拠されていたため反乱軍は南へ退去。バースも、国王軍に制圧されたためウィルトシャーへ、南進、27日に、ノートンセント・フィリップまで来たところで、モンマスのイボテイのグラフトン公ヘンリー・フィッツロイの、 攻撃を受けたため、翌28日にさらに南のフロームまで後退した。長引くにつれ状況は、反乱軍不利に傾き、イングランド海軍は、モンマスの船を捕獲して、タイ路を遮断。陸軍のフェバシャムは、チャーチルと合流して、モンマスに接近。スコットランドの反乱失敗がイングランドに知らされると、反乱軍の士気が低下して追い詰められていった。 モンマスは7月3日にブリッジウォーターへ引き返し、国王軍が5日に南東のセジムーアに退陣すると翌6日に野州を観光した。この戦いは野州がうまくいかなかったこととチャーチルの陣頭指揮で国王軍が野州から早く体制を立て直したこと、訓練されていない農民運兵と国王軍とでは戦力に差があったため、勝負は国王軍の勝利に終わり、 モンマスは戦場から逃走した。反乱軍は4000人に減っていたが、敗北と国王軍の追撃で撃たれたり降伏する兵が続出して死産、国王軍は戦後モンマスと残党の捜索に当たった。任務を受けた国王軍の武将リチャード・ラムリーはクレーを欲なのか未明に捉え、モンマスも8日に排水溝に隠れていたところを逮捕された。 モンマスの処刑ロンドンに出頭した、モンマスは、ジェームズ2世に必死に除名嘆願したがなわず、6月13日に、主権剥奪法が議会で可決されていたため裁判も、なく、死刑と決まり、15日に、ロンドン等で、断頭刑にされ、ジャック・ケッチにより処刑された。刑執行の直前、モンマスは、手際よく切ってくれという意味で、 ジャックにチップを手渡したが、受け取ったジャックは帰って緊張してしまい、残首の斧を振り下ろす手元が狂って何度も切り、損ねたという。アーガイルは6月30日に、エディンバラで処刑されていて、ファーガソンはオランダへ逃亡、首謀者がいなくなり、モンマスの反乱は終結した。ジェームズ2世は、モンマスの処刑を済ませた後、反乱に加わった残党の裁判を、側近の主席裁判官、 ジョージ・ジェフリーズに任せた。ジェフリーズは容赦なく、厳罰に処死300人以上を、死刑800人を奴隷として、西インド諸島のバルバドス・ジャマイカなどに流刑とした。ジェフリーズは裁判後大法官に昇進、この裁判は後に、地の巡回裁判と呼ばれた。一方、フェバシャムには、ガーター勲章が贈られ、チャーチルも少々に昇進したが、 セッチムーアの戦いでフェバシャムが軍事行動を遅らせ、チャーチルが代わりに指揮を取って鎮圧に貢献したためフェバシャムへの恩賞に疑問も多く、チャーチルは論功交渉でジェームズ2世に不信感を抱くようになり、バッキンガム公ジョージ・ビリアーズは喜劇セッチムーアの戦いを書いて、フェバシャムをベッドの中で戦いに勝ったと皮肉を込めている。 モンマスの爵位はすべて没収されたが、妻アン・スコットは、モンマスに加担せず子供たちと共に、ロンドンへ向かい、ジェームズ2世に忠誠を誓ったため処罰は免れ、アン自身が帯びていたスコットランド貴族の爆竜行為を、モンマスとアンの子孫に継承させることが決定された。一方で、アーガイルも爵位を没収され、息子のアーチボルド・キャンベルは爵位を告げず筆測した。 ジェームズ2世は戦後は防衛のため民兵より、常備軍を重視、常備軍の拡大と宗教の関与を政策に掲げるが、カトリックの士官登用と国教との排除は議会の反発を解体率が深まり、1688年の名誉革命の原因となった。名誉革命の最中ジェフリーズは逃亡しようとして、失敗、ロンドン島に投獄され、 翌1689年に国死した。フェバシャムも対応の誤りでウィレム三世の不況を買い、一時拘束した後、解放されたが、軍に復帰できないまま亡くなった。一方のチャーチルは、ウィレム三世に寝返り軍の中枢に入り、キャンベルもスコットランドでウィレム三世支持を表明したため元の地位を取り戻した。グレート、ファーガソンも名誉革命でオランダ側について復帰した。 モンマスは現地募集で自分の指示を当てにしていたが、即位直後のジェームズ2世は議会から支持されていたためその効果は期待できず、ホイック等が弱体化していた状態では、大イダッシュは不可能であった。後に、ウィリウム3世は貴族の昇兵によりイングランドへ出航したが、モンマスの時とは違い、ジェームズ2世が周囲から見放されていたため、イングランド貴族は オランダ軍に寝返り名誉革命は成就した。モールバラ公爵のこと P45P50。イギリス市 P246P250。イギリス革命史 P230P253P262P270。イギリス革命史 P6P9。イギリス革命史 P9P12。モールバラ公爵のこと P52P53。 イギリス革命史 P12P14。モールバラ公爵のこと P53P66。イギリス革命史 P14P32、P88P92、P97P98。ありがとうございます。